シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からけば一年生組使っていくってやつだぜ。俺もアイドルになってやるぜ。というわけで今回は一年生3人組単体で使っていくぜ。あのボールへも書いてきた。これで見栄えがいいだろう。あ、でもなんか属性がちょっとわかりづらいのか。で、一応みんな熱き輸液の力特エルつけてるぜ。友情コンボの威力見ていこう。どんだけ出るよ。これはさすがに楽勝で突破できるよな、一発で。行ってこい。はい、オッケー。やっぱ強いわ。めちゃくちゃ強い。これいけるかな。あー、上の沖田がちょっと強敵か。行ってこい。あー、オッケー、倒したけど鬼が残った。いや、いけると思ったんだけどな。あー、じゃあまた当たっていきますか。ミシマハルト、このパワー。熱き遊撃の力もしっかりついてる。だから間違えたのか。いや、ちょっと申し訳ねえ。ちょっと、やり直すわ。わかるだろ。さあ、やっていきますか。みんな熱き勇気特エルついてるぜ。さあ、友情コンボの威力見ていこうぜ。このパワー、ドフドフドフ。いや、強っ。え、ボムないよ。ボムなしでよ。やべえな、これ。いやめちゃくちゃ強えな。いや、ボムが必要ない。バカバカバーってすごい威力だし、あ、ディビジョンの2倍の威力、すごいよな、それ。はい、オッケー。あの、ディビジョンってパワーでこっち、まあ、砲撃だからそれぐらいの、まあ、差ができてしまうとやばいよ。ディビジョンでも結構ダメージ入ってたのに。いやあ、で、なんかコメント欄に、あの、この青い髪の女の子の津島よし子と三島春子、名前めちゃ似てませんってすげえ書かれてんのよ。似てるな、本当に。あ、ほら、あの、ラブライブのアイドルと、あの、モンストのアイドル、そういう共通点もあるんだよな。で、お互い同じアジンで、砲撃型。すごいよな、そういう特徴もあんのよ。オッケー、そんじゃ、ぶちかませ。あ、待て、これ、オリオン座だね、オリオン座。待て、今、完璧なオリオン座だったよ。うわ、この友情コンボ、星座も作れる。やっば、こりゃ強えわ。完璧な場所。いけ、ドラララララ、完璧にボムつけて。はい、オッケー、なんか漏らしてんな。うわ、汚っ。何あれ。え、ここまで一手できてるっけ。うわ、だったら一発で倒したいよな、これ。どうしよう。これでぐるって回っていける。よっしゃ、オッケー、いった。これは完璧、いった。はい、完璧。いや、これ強いわ。いや、このタイミングでこんなやつ出してくるか。しかも結構気合入ってるもんな、これ。ボール絵とかもイラストも。なんなんのこれ。普通に強いわ。じゃあ次行ってみますか。これ、このボムの爆発遅いのを利用してワンパンできるから、これやっていこう。行ってこい。トーララ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 ラ
気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい。まあ、だけどこのボム爆発するのが遅いということは、まあ、なんて言うだろう、ちょっと周回が遅くなったりするという意味でもあるから、まあ、いいとこも悪いとこもあると言った感じだぜ。 OK。 なあ、なかなか当てづらい。でもそもそも友情コンボで倒せるこれ。おい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 、爆弾とか関係ねえじゃねえか、めちゃくちゃ強えぞこれ。いや、これ使ってみた感想で言うと結構強いわ、カイリで。だってこれ変えるだけで、あと黄色以外は友情コンボで倒すだろう。で、こうやって簡単に倒せてしまうわけ。すごいよな、これ。なんか、一回でも変えてしまえば、あと友情コンボで倒すだけで、簡単に調整できると。よし、ここもやっていっか。うん、右、一回絶対に当たる。それで完璧。行ってこい！オッケー、はい、オッケー。これって赤青。おい、ちょっと爆弾も強いし、友情コンボもめちゃくちゃ削ってた。これすげえ楽なんじゃねえか。ここもぶちかましていくか。よし、これで上2回打てる。おい、こんな簡単にあんな軽く出ていいのこれ。めちゃくちゃ楽じゃない。ちょっとこれ SS 貯めますわ。よし、これでとどめ刺そう。行ってこい、とどめ食らえ。どら、このパワー！はい、キラークイーン、オッケー！いや、これは、強いわ。強い。いや、しかもなんか、アビリティも結構豪華だもんな、これ。いやー、なんか、この時期に本当にこれは、卑怯だわ、マジで。お試しあれ。いいから、そこに並べ。俺が焼き寄せやるからよー！焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。